外務省は日本の行政機関の一つ。日本の外交を所管する。1869年に設置され、解消せずに現存する日本最古の行政機関である。外務省の表彰。外の文字を変形させた図案が用いられている。上実の外務省設置法第3条に掲げた目標を達成するため、外交政策、外交施設、通商公開。 条約等の国際法規の締結、運用、外国政府との交渉、情報収集、分析、発信、在留法人の保護及び文化広報活動など国の対外関係事務全般を司る。1885年の内閣制度創設以後一度も名称を変更していない唯一の省である。大乗官たち、外務省完成、旧外務省設置法など、 設置根拠法に変遷はあるが、省の名称は継続して用いられている。最初に外務省の名称が用いられたのは、1869年8月15日から始まった大乗完成からである。名称が抗議書で議論された際、原案は外国省となっていたが、抗議員であった与田学会が必ずとして、太財府外務省、 事務所のいいずれかにすべきとと提案したという経緯がある外務省の刊行物には外務省発行の外交専門誌、外交がある。外務省のシンボルは漢字の外の文字を変形させた図案が用いられている。それまでは歴代大臣が使用していた硯箱の蓋に描かれていた図案であったが、1937年に職員用のバッジの図案として制定された。 それ以来、省の表彰として使用されており、庁舎の正門に掲げられるとともに、職員の身分証明書などにも描かれている。外務省設置法第4条は、計29項目の所掌する事務を列記している。主なものに、がある。海外滞在中の日本人が、犯罪行為により、その国家の刑務所に収監されたり、死刑判決が下される場合、外務省は、 法人保護の一環として面会などの対応を取る。外務省庁舎は、千代田区霞が関2丁目2番1号本館に、所在する。小坂秀夫設計。本館、本館及び、新庁舎の3つの建物から構成され、それらは後継に配置されている。中央、南庁舎は、地上8階、地下1階の L 字型の建物であり、内部は、 中央庁舎と南庁舎に分かれている。1970年に完成した。北庁舎は地上8階、地下1階で1960年完成。新庁舎は南庁舎と北庁舎の間、中央庁舎の向かい側に位置し、地上7階、地下3階である。北庁舎から中央庁舎への連絡は2階から1階、5階から4階、および8階から7階である。 南庁舎から中央庁舎への連絡は2階から1階及び8階から7階である。1995年に完成した。以前は南庁舎には旧科学技術庁及び厚生取引委員会が入居していたが、中央省庁再編に伴い移転した。本庁舎の耐震工事のため、2002年初頭から2003年末まで一時的に仮庁舎が開設され、 港区芝公園の住友不動産芝公園タワーに移転した。旅券課など一部の部署は港区芝大門の住友芝大門ビルに分散入居していた。南庁舎2階には24時間営業のコンビニエンスストアがある。霞ヶ関に立地する最初の館長である。終戦後は日産館などに入居していた。いい比館いい比べともいう。首脳会談や 外省会談のほか隠し会議や、レセプションなどの交流活動にも利用されている。1971年に完成。吉田58設計。所在地は、東京都港区麻布台1丁目5番3号だが、名称に関した、イ倉クラはこの地の歴史的名称、イ倉クラ町に由来する。また、江戸時代幕末期の開国以来の外交資料を、保管し展示する。 外交資料館は併設している。近傍には、旧事務次官皇帝だった麻布大別館もある。旧黒田邸時代の外務省1871年に、外務省は、銀座から霞が関に移転し、江戸時代に建築された大名屋敷の福岡藩黒田邸城屋敷をそのまま使用していたが、1877年2月1日に消失した。1881年。 英仏人建築家、ボアンビルの設計による新庁舎が竣工した。1909年、電通と密約し、秘密補助金を出して電通に、同章肝入りの在中国日系新聞記者に送電、配信させる構想。1914年設立の国際通信社が出した赤字を補填。1941年、春ノートの提示により日米交渉を打ち切り、12月に、 太平洋戦争開戦。1982年レフチェンコ事件。この事件は外務省を侵犯させ、後のスパイ防止法案の審議や特定秘密保護法の制定に大きな影響を与えた。関連するミトル品文書の項も参照。1993年に総合外交政策局と国際情報局が新設された。 1997年には国立国会図書館調査立法工作局に出向中の松井慶専門調査員を通じ図書館の自由に関する宣言を犯して野党国会議員が国会図書館に依頼した外交安全保障問題に関する調査資料の閲覧情報を収集調査していたことが明らかになっている。外務省外交文書の公開により2011年2月に 発覚した。2001年4月に小泉純一郎が内閣総理大臣に就任し、第1次小泉内閣が発足した時、田中真紀子議員が外相に就任した。女性初の外相。田中外相は人事凍結方針を打ち出し、外務官僚がそれに反発。外務省は機密費流用問題、公金流用疑惑、裏金などの不祥事が続出し、 田中外相は外務省を福間伝と呼び外務省改革を唱えた。以降、ことあるごとに田中外相と外務官僚の対立が続くようになった。田中外相は事務次官の任免を繰り返し外務省改革を断行しようとするが、2001年9月11日発生のアメリカ同時多発テロ事件以降、外交政策は官邸主導になり、 肝心の外傷は一人取り残されるようになった。その後、アフガニスタン紛争の復興支援に関して、NGO 復興会議から排除した問題が浮上。NGO 排除に、鈴木宗夫議員の大きな影響があったと、大西健介 NGO、ピースウィンズジャパン代表が発言。小泉首相も、鈴木議員の圧力を認めたが、野上義次外務事務次官はそれを否定。 田中外相、鈴木議員、外務省の三者をめぐって全面的な争いが起こった。2002年1月、小泉純一郎は田中外相と野上事務次官を更迭した。その後、外務省への過度な圧力などを指摘され、2002年3月11日に鈴木宗男議員が承認喚門を受けることになった。川口淳子大臣時代の2004年8月1日に、 議店長が大臣官房議店長に格下げ、領事重部を領事局に格上げし、国際情報局が統括官組織に改組され、条約局が国際法局に改編された。2006年8月1日に部局の統廃合が行われた。この統廃合では、躍進一いインドや東南アジア諸国連合などとの関係強化を図るため、 アジア太陽州局内に南部アジア部が新設された。一方、極端位の改編として経済協力局及び大臣官房国際社会協力部を統合して国際協力局を新設した。よって全体の局部数に変更はない。2012年1月18日に野田第一次改造内閣の黒葉一郎外省時に大臣の定例記者会見に 初めて英語の同時通訳を導入した。大臣発言と日本人や外国人記者の質問は日本語と英語に相互に訳され、会見では貸し出されるイヤホンを介して聴取することができる。2017年3月、文部科学省における再就職等規制違反事件で外務省職員が違法な甘くり圧戦により、 国立大学法人東京外国語大学特任教授に就任していたことが判明した。2018年7月1日に部局の統廃合が行われた。この統廃合ではアジア太陽州局北東アジア化を2課に分け、北東アジア第一課及び北東アジア第二課を設置した。両課の設置に伴い、北東アジア第一課が韓国情勢、日韓協力等、 北東アジア第二課が北朝鮮情勢、日朝関係等を所掌する。また、アジア太陽州地域に関する外交政策の総合的な企画立案及び調整の必要性が特に高い事情に鑑み、アジア太陽州局地域政策課を地域政策参事官に改組した。2020年8月3日に部局の統廃合が行われた。WTO 協定。 経済連携協定、投資協定等の紛争解決規定に基づく、紛争解決の処理への対応を強化するため、国際法局に経済紛争処理課を設置、経済局経済安全保障課を廃止し、経済局政策課にエネルギー、鉱物資源、食料の安定供給の確保に関する事務を所掌する、資源は安全保障室を新設。 総合外交政策局安全保障政策課、新安全保障課題政策室の室名を経済安全保障政策室に変更する。外務省の内部組織は一般的に法律の外務省設置法、政令の外務省組織令及び省令の外務省組織規則が階層的に規定している。外務大臣を長とし内部部局として大臣官房及び 総合外交政策局ほか10局、審議会として、外務人事審議会及び海外交流審議会、施設等機関として、外務省研修所、特別の機関として、在外交官を設置する。総務課には、外交資料の返纂を行う外務省、外交資料館が置かれている。特別の機関として、在外交官を設置する。在外交官は、大使館、公使館、総領事館、 領事館政府代表部及び日本政府在外事務所の5種類がある。実在する在外交換の名称及び一は、在外交換の名称及び一並びに、在外交換に勤務する外務公務員の給与に関する法律に規定されている。一覧は、日本国在外交換の一覧を参照。外務省が主管する独立行政法人は、2021年4月1日現在、 国際協力機構、国際交流基金の2法人、特殊法人及び特別の法律により設立される民間法人はない。2021年度一般会計当初予算における外務省所管予算は6958億7288万9万九千円。組織別の内訳は外務本省が5485億9341万4万四千円。 在外交換が1472億7947万5000円である。外務省は特別会計として国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、 環境省及び防衛省所管の東日本大震災復興特別会計を共感する。一般職の在職者数は2020年7月1日現在、外務省全体で6064人である。行政機関職員定員令に定められた外務省の定員は特別職169人を含めて6427人。外務省は外局を有しないため、 他省のように省令の定員に関する規則はない。2021年度一般会計予算における予算定員は特別職176人、一般職6164人の計6430人である。特別職のうち大使が164人、講師が4人となっている。期間別内訳は本省が2866人、 在外交換が3564人となっている。外務省の一般職職員の給与に関する法制は、基本的に国家公務員法と一般職給与法からなるが、在外交換に勤務する職員には、特別法として、在外交換の名称を及び位置並びに、在外交換に勤務する外務公務員の給与に関する法律も適用される。 外務省の一般職の職員は非原業の国家、公務員なので、労働基本権の内葬儀権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国家公務員法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。 2020年3月31日現在、人事院に登録された職員団体は存在しない。2001年度はおよそ3割の組織率があったが、翌年度に0%となり、現在に至る。過去にあった労組は、外務省職員組合で、連合、全労連いずれにも属さない、中立系の組合であった。常勤職員の採用試験には、 国家公務員採用総合職試験及び、一般職大卒程度試験、一般職高卒試験のほか、独自の専門職試験として、外務省専門職員採用試験が設けられている。また、人気付け職員として、専門調査員、在外交換派遣員、現地採用職員などがある。かつては、旧国家公務員採用愛酒試験に相当した。 外務省独自のキャリア採用試験である外務公務員採用愛種試験があったが2001年度試験を最後に廃止された。以降は国家公務員採用愛種試験の合格者からキャリア職員を採用している。将来の派閥関係としては語学研修部門別のアメリカスクール、チャイナスクール、ロシアスクールなどがあるが出身学校別としては国立大学は東大。 私立大学は、境大出身者などのほか、専門職職員を中心とする、東京外大出身者、総価学会員や総価大出身者による派閥、王公会などが知られている。以下の資料は、朝日新聞出版が出版する、大学ランキング各年度による。一般職の幹部は、以下の通りである。原則、政治家は除く。例外として、民間東洋大臣など、 ありがとうございます。